こんにちは、日本料理講師のバンダです。本日はお作りの盛り合わせをやらせていただきます。本日の材料はタイ、それからサヨリと赤貝ですね。こちらの3種類のお作りの盛り合わせと、本日はですね、お作りに必要な技術として皆さんが入学していただいて日本料理で最初に学ぶこちら大根を使ったかつらむきを披露したいと思います。かつらむきは皆さんが入学していただいて日本料理で初めてする技術なんですけども、最初に言っておきます、とても難しいです。しかし、本校で僕たち職員が指導することで皆さんもしっかりとできるようになりますので、よく見ておいてください。それではかつらむきをやっていきます。大根剣に刻んでいきたいと思います。切った大根剣は食べやすい大きさですね。食べやすい大きさは人の口だいたい5センチぐらいの長さに合わせてカットしていきます。で、切り出した大根を刻みます。この刻みもこれはね、日本料理 の学生さんだけじゃなくて、西洋料理どの分野に進む学生さんもしっかりと身につけてほしい技術のうちの一つですね。しっかりと包丁を前後に動かすことで食材の繊維を潰すことなく断ち切ってあげます。最初はゆっくりでもいいので、まな板に当たるまで包丁を前後に大きく動かす、この練習をしてください。慣れてくると手元を見なくても切れるようになるかと思います。刻んだ大根剣がこちらになります。はい、それではタイの三枚おろしをしていきたいと思います。まずはじめに頭を外していきます。胸びれと腹びれを持って骨のところを包丁入れてあげます。で、タイはですね、こちらの頭のところに硬い骨があるので、包丁を無理に進めると包丁の刃が欠けてしまうことがあります。なので骨の部分まで包丁が進んだら、ぐっと頭をねじってあげて、そうするとここにタイの硬い骨が出てくるんですけども、その骨が露出した後はもう皮でしかつながっていませんので、簡単に切り落とすことができます。それでは三枚おろしですね。腹側からまずは入り口を作ってあげて、骨に沿わしながら包丁を進めていきます。タイはですね、他の魚とは違って、他の魚と違うおろし方のポイントとして、骨がすごく立体的になっています。なので腹側から一方通行で背中まで包丁を入れていきます。お腹まで、背骨まで包丁が入ったら、腹骨の関節を切ってあげて、頭側から関節を切りながら、この時ポイントとしてこの包丁の角度ですね、寝かしているのではなくてしっかり包丁の角度を起こして、タイの骨の立体的な角度に合わせて包丁を進めていきます。関節が切れたら、あとは背中側の向こうに向かって包丁を大きく動かしながら一方通行で身を切っていきます。反対側ですね。反対側は
こちらは背中側から包丁を進めていきます。先ほどと同様にまずは入り口を作ってあげて、学生の皆さんはこれ包丁研ぎ、この包丁研ぎの角度に合わせてこの刃を、包丁を魚に入れてあげると上手に骨に身がつくことがなく下ろせるかと思います。この状態で中骨まで包丁が進んだら、先ほどと同様に骨が立体的になっていますので、そこに合わせて関節に合わせて包丁を進めていきます。これで3枚おろしが終了しました。はい、それではタイの皮を引いていきたいと思います。尻尾側から皮面に向かって包丁を進めて、皮ギリギリのところで包丁を止めてください。で、最初は少し入り口を作ってあげるような形で包丁を入れてもらって、包丁が入ったら、あとは包丁をどうしても前後に動かそうとしてしまうと皮を切ってしまいがちなので、包丁はまな板にピタッと押さえるようにして意識してください。そのまま左手の皮を引っ張っていってください。そうするとこのようにして皮が引けます。はい、それでは平作りをしていきたいと思います。タイの皮目が上になるように、また背の高い方から自分から見て向こう側にあるようにして置いてあげます。そして右側から包丁を大きく引くようにして円を描くようにして切り出していきます。この時重要なのは当然包丁の切れ味、それから衛生的な意識ですね。お作りに関しては生で食べるので、あまり触りすぎないようにすることが非常に重要なポイントとなってきます。Thank you.